この番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮脇チャンネルかっかり。今回は1週間振り返る増刊号ドドーンと始まります。10月7日から始まった1週間、今週のニュースやワイドショーも地獄のチューリップの歌歌っておりました。今週はラーメン店、ラーメン屋さんの倒産が過去最多だって。10月9日の日本テレビニュースエブリィでは、ラーメン店の倒産をそのスープごとに、醤油だとか味噌だとか豚骨だとかごとに分類したところ、醤油ラーメン、醤油スープ味のラーメンを出すお店の倒産が最多だと伝えます。そして醤油ラーメンをメインに出すお店にトコトコトコっと取材に行って、醤油ラーメンは他のラーメンと比べて比較した時に原価率が高いと、そのお店の方に語らせていました。これまさにはてはてと首をひねる話です。原価はお店によって変わるんです。いくらの原価率でいくらで商品をラーメンを提供するか、それがお店の経営なんです。また醤油ラーメンの原価率が高いという話、私聞いたことないんです。そしてこれぶっちゃけ言うと、日本テレビのニュースエブリィがネタ元としていたのは東京商工リサーチのリポートなんです。その東京商工リサーチのリポートでは、スープの味の違いによる倒産傾向には大差がないと見出しを打って伝えているんです。シロがこう言ってます。決め打ち。東京商工リサーチが味による倒産傾向に大差はないと見出しを打って伝えているのに、日本テレビでは醤油ラーメンのお店の倒産が多い、過去最多だと伝えているわけです。そうなってくると、ニュースエブリィさんが知り合いのラーメン屋さんをステマ的にテレビで紹介したかったのか、あるいは企画ありきの決め打ち。そのために醤油スープ味のラーメン屋さんの倒産が最多だというニュースっぽいものを捏造していた。そのどちらかか両方かということになるわけです。日本テレビニュースエブリィが倒産したラーメン屋さんのスープの傾向として、醤油中華が13件で1位、2位が豚骨で10件、3位が味噌で7件というんですが、東京リサーチさんのレポートを見ますと塩味が4件でした。何のことはない、メインにしているラーメンのスープの味の分母の違いなんです。東京商工リサーチさんのレポートもその点指摘しています。醤油ラーメンをメインに据えるラーメン店が多い、分母が多いので、倒産店舗数という数で見たときに多くなるのは当たり前だという話です。ところが日本テレビはニュースエブリィとニュースという看板のついた番組っぽい中で、統計をまるっと無視して醤油スープ味のお店が最も倒産していると伝えているわけですから、これほぼ捏造。捏造が疑われても仕方がないんじゃないかっていうレベルなんです。一方ですね、ステマ的なお店の紹介というのは、お店の方が預かり知らぬところで勝手に行われていることもあります。これは、とあるテレビ東京の、東京にありますテレビ局の取り上げた地域をアドバータイジング、まあ宣伝するためにランキング形式で、いろいろな名所だとかお店を紹介する番組。この番組は従来は最寄り駅などを中心に企画が展開されていきます。ところがある回では、我が町東京都足立区の足立区西部というざっくりとした枠組みで企画がスタートしました。理由はその一角にあるですね、行列ができることでおなじみの焼肉屋さんに番組ディレクターが久しぶりに行きたいなという理由だったとのことです。番組の経費で飲み食いしまして、そして常連ぶることができる。何なことはないテレビディレクターの番組の私物化、電波の私物化です。視聴者のためではなく、文字通り私腹を肥やすための企画だったんです。またこれは日テレのニュースエブリィに限定しても、テレビ番組というのが町場の商売の邪魔、足を引っ張っているのではないかと。何かというと、デカ盛り。デカ盛りと値上げしないお店です。
原価が上がれば値上げせざるを得ないのに、値上げしないで頑張るお店と、まるでそのお店がやってることが正しいかのように報道をする。結果的にそうしたお店を苦しめていませんかって話なんです。それぞれのお店の取り組みそのものを否定するものではありません。ただですね、日テレエブリィが特集する町中華と言いますと、安すぎて常連客に心配されるデカ盛り定食だとか、行列町中華なのに儲けはあまりない全品大盛りだとかなんです。他にも、もうてんこ盛りに盛りまくった大盛りご飯で学生に大人気だとか、デカ盛りナポリタンだとかです。お店が好きでやってるならどうぞご自由になんですが、それを美談。美談のようにして取り上げるので、値上げしにくい空気感をテレビは作り出しているんです。それは物価高にしても以下同文です。物価高を嘆きながら給料が上がらないと大騒ぎしてるのが地上波テレビのニュースやワイドショーなんです。再びニュースエブリィが紹介した原価率の高い醤油ラーメン屋さんに話を戻しますと、新紙幣が出たけれど、うちの券売機は新紙幣に対応していない。新紙幣対応の券売機に買い替えるお金がないと、まるで店主が被害者のように報じられていました。しかし、新紙幣の発行というのはもうすでに予定されていたものですし、ペイペイなどの電子決済を使えば、そもそも券売機必要ですかって話になるわけです。電子決済にも数パーセントの手数料が必要だとはいえ、今時の金融機関で両替しようと思うと、この両替手数料はバカみたいにというか、それなりに料金が上がっているんです。券売機だと手間いらずと言いますが、新紙幣の時にどうやらキャッシュでやり取りをしているようなので、そうなるとやっぱり費用対効果の話、経営の話なんです。ただ一方的にうなだれるラーメン店店主を悪者扱いするつもりはありません。なぜなら、テレビというものは平気の平座で捏造するからです。お店のオーナーがちょっとこぼした愚痴を心象膨大に大きく取り上げて社会問題であるかのように伝えるのがテレビの手口なんです。元自民党所属の国会議員だった金子めぐみさん。ちょうど一週間前の10月6日の TBS のサンデージャポンでのインタビュー VTR が捏造されておりました。金子めぐみさんに対して石破茂内閣で初入閣を果たされました三原淳子少子化担当大臣に対する質問と、村上誠一郎さん、あの国賊発言でおなじみの村上誠一郎を総務大臣への質問、これそれぞれ別の質問なんですが、ガッチャンコして一つの金子めぐみさんの回答として VTR を作り出しまして放送していたんです。こちらを金子めぐみさんだと思ってください。こちらを TBS アナウンサーの吉原康美さんだと思ってくださいな。三原淳子さんに対する質問かと思われるときにはカメラこちら側から映していました。ところが、三原淳子さんを要注意人物だと発言したかのように思われる。それは実は村上総一郎総務大臣、国賊発言でおなじみの村上総一郎総務大臣への質問で、そちらは引きの絵になっているので、両者が一連の質問ならば、カメラマンは約1メートルぐらいの距離をワープしなければ、そうした映像は撮れないはずなんです。ありえない映像になっていたんです。全く別の人物に対する質問に対しての金子めぐみさんの答えをガッチャンコさせて、三原淳子少子化担当大臣を要注意人物と金子めぐみさんが語ったかのような VTR が捏造されて、それが放送されていたんです。10月8日の TBS 昼帯でお詫びっぽい放送がなされまして、それをもちまして、ご当人の金子めぐみさんご自身のブログで釈明されておりました。彼女は釈明の中で、番組の尺の問題なのか編集上のミスなのか、意図はわかりませんがとしておりますが、動画の編集って大体人間がやるんですよ。また、インタビュアーは、サンデージャポンのアシスタントも務めて VTR が流された時にスタジオにいました TBS アナウンサーの吉原康美さんです。仮にこれが捏造でないならば TBS の中には日本語がわかる人がいない、あるいは少ないということになってしまいます。そちらの方が放送局として、日本の放送局として重大な問題じゃないでしょうか。それらはすなわち現役の大臣を要注意人物だという印象操作をしていたわけです。
すると、テレビというのは、もはや、迷惑装置だということになります。ん？うんうん。白がこう言ってます。米騒動。今週の自国のチューリップの過去最多で言いますと、マイコプラズマ肺炎が過去最多のレベルということで、視聴者の皆さん怖いよ、おっかないよと脅かしていましたが、その姿は新型コロナの時と全く同じでした。そして新型コロナと言いますと、テレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーです。そのモーニングショーが今年のお盆明けから煽りに煽りまくっていたのが、令和の米騒動、米不足です。この米不足騒動というのは一時的な流通の話で、当時の農水大臣が9月になりますと新米が出回りますという会見を開いても、モーニングショーという番組では、番組の不動のセンターというんでしょうか、コメンテーターの玉川徹さんが政府備蓄米を放出しろと大騒ぎしていました。はい、それでは答え合わせの時間です。9月も終わりました。モーニングショーの前の時間に放送しておりますテレビ朝日のグッドモーニングでは、新米が出回り始めてから農家直販の新米、農家さんに入った注文が1トンキャンセルになったというんです。お米を定期的に届ける定期便というのが4倍の注文が入ったのに1トンものキャンセルがあったというんです。あ、そこら辺で買えるからもういいですだって。令和の米不足だと大騒ぎして視聴者の不安を駆り立てて、農家さんに新米の予約が行ってその果てにキャンセル、結果的に社会全体に迷惑をかけてるのがテレビ朝日モーニングショーという番組なんです。それではテレ朝モーニングショーの名前が出たんで今週も確認しておきます。テレ朝カラオケボックス飲酒転落事故の報告はあったのか、あったのか、なかった、なかった、また来週のでした。まさに舐め腐りやがってって話なんですが、冒頭紹介しました日本テレビニュースエブリィの醤油ラーメン店、醤油味スープのお店の倒産が最多という話、ネタ元となりました東京商工リサーチが9月29日に出したリポートに、ラーメン店倒産過去最多に対する一つのアンサーソングの方が、まあ、ある意味手前に出ておりました。何かというと、ラーメン店の倒産は過去最多でも、町中華は意外と潰れてませんよという話です。両者を分けたのは付加価値です。長らく囁かれているラーメン屋の1000円の壁という話があります。これはラーメン一杯の値段が1000円を超すとお客様離れが起こるというものです。これに対するアンサーソングというか町中華さんの方は、サイドメニュー、いわばラーメン以外のものを充実させたというんです。これにより期待できるのは、お客様の支払い総額の増加です。ここでビジネス視点で見たときに、過去最多の倒産を誇るラーメン屋さんとテレビ業界というのは、業界は全く違うんですが、なんだか似ている気がしてなりません。ラーメン屋さんというのは、比較的簡単に開業できるので、参入障壁が低い。一方のテレビ局というのは、既得権益にまみれてまして、誤送宣伝方式で新規参入はほぼ不可能です。しかしラーメン屋さんというと、丸鶏パイタン系などのブームに乗っかってお店を出す人がいて、ただそんなブームに乗っかったお店が増えればお客様に飽きられて、それは見捨てられる、お客様離れが起こるのは当たり前の話です。そして今、テレビをつけると、チャンネルを変えても、あ、またグルメですか？あ、また韓流ですか？ K-POP ですかと、どれをつけても同じようなネタ、ブームに乗っかっているわけです。そんなテレビの前から視聴者が、消えた、やったーとなっているかのところと、ラーメン屋さんの倒産過去最多が重なって見えるということです。ラーメン屋さんでもテレビ局でもいずれも商売の話です。商売の世界では春夏冬二正金剛と書く、すなわち春夏秋冬における秋がなかった商売繁盛とするのは、これは秋がない、秋が来ない、ますます繁盛と読み下すからです。ただし商売とは関係なしに深まる秋を楽しもうと考える一週間の始まりでございます。今週も正しく恐れて頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったら、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんチョキ、私がチョキなのでグーを出して、あなたグーグライト、マッキンガーからのおめでとうございます。
私と同じ時を出してあなた着替えますね。あなたと私で1、2、3のトリプルピース。そしてパワーを出したあなた、週の頭のエナジーチャージ、またまたのハンドパワー。ミミミミミミ。増刊号これ、謎のギターのコーナーが始まるよ。次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。